フレデリック・カールトン・ルイスは、アメリカ合衆国の男子元陸上競技選手。身長188センチメートル、体重88キログラムの体育を買って、国際陸上競技連盟の世界順位に初めて乗った1979年から1996年のオリンピック終了までに、10のオリンピックメダルと10の世界選手権メダルを獲得した。 アラバマ州バーミングハムに生まれ、ニュージャージー州で育つ。1983年の第1回世界陸上競技選手権大会、ヘルシンキ大会で100メートル、総幅跳び、400メートルリレーの3種目を制覇。初のメジャータイトルを獲得し、陸上競技界のスターの地位を確立する。1984年のロサンゼルスオリンピックで100メートル、200メートル、 総幅飛び、男子400メートルリレーの4種目にエントリーし、全種目で金メダルを獲得した。これは1936年のゼシー・オーエンスの偉業に並ぶものであった。1987年の世界陸上競技選手権大会、ローマ大会では、4年前のヘルシンキ大会と同じ、100メートル、総幅飛び、400メートルリレーの3種目を制する。 1988年のソウルオリンピックの選考会では、ドーピング検査で興奮剤に陽性反応が出てしまい、出場停止になるところであったが、最終的に出場を許可される。この時検出されたのはエフェドリンなど。だが、この関連で一部から運動能力向上のドーピングを疑われることになり、現在はファンドーピング派である。100メートルでのベン・ジョンソンとの対決が注目を、 集めたが、決勝では、ジョンソンの後陣を敗する。だが、レース後のドーピング検査で、ジョンソンの金メダルが剥奪され、ルイスが金メダルを獲得した。また、総幅飛びは制したものの、200メートルでは2位となり、生涯唯一のオリンピック銀メダルを獲得する。400メートルリレーは、ルイスが出場しなかった準決勝で、バトン中継でミスがあり、失格に終わった。 この後、ルイスは、個人短距離種目で次第に苦戦するようになっていたが、総幅飛びでは実力を誇示し続けていた。1991年の世界陸上競技選手権、大会、東京大会では、100メートルで当時の世界記録となる9秒86をマークして、優勝し、人類で初めて100メートルを9秒8台で走った、男となった。総幅飛びでは、 マイク・パウエルとの激闘の末、世界記録をマークしたパウエルに次ぐ2位であった。なお、ルイスはこの大会で会心のジャンプを連発しており、追い風参考ながら、世界記録を上回る8メートル91を飛び、また5回目に飛んだ8メートル87は、公認記録における生涯ベストとなった。400メートルリレーも、世界新記録で優勝した。 1992年のバルセロナオリンピックでは、総幅跳びと男子400メートルリレーで、金メダルを獲得。男子400メートルリレーでは100メートル金メダルの、リン・フォード・クリスティとのアンカー対決があったが、アメリカがリードしていたこともあり、ルイスの圧勝であった。1996年のアトランタオリンピックでは、ルイスは35歳となっていたが、総幅跳びで、金メダルを獲得し、 オリンピック個人種目4連覇の偉業を達成した。1997年に競技を引退し、俳優に転身した。2021年現在、母校である米国ヒューストン大学において、アシスタントコーチを務め8年目になる。19歳の時に、総幅飛びで、幻のモスクワオリンピックの代表にも選ばれており、オリンピック代表に通算5度選ばれている。 1982年7月の全米スポーツフェスティバルで総幅跳びの4度目の試技で大ジャンプを見せたがつま先が出たということでファールとなった。ジェイソン・グリムズは30フィート、ルイス本人は30フィート2インチを飛んでいったとコメントしている。1984年の NBA ドラフトの10巡目全体208位 EN でシカゴブルズに NFL ドラフトの12巡目全体334位 EN でダラスカウボーイズに指名されたが入団しなかった。両親は元陸上競技選手、兄はサッカーの元アメリカ代表選手、妹のキャロル・ルイスは総幅跳びの選手で1983年世界陸上競技選手権大会で銅メダルを獲得したまさにエディートスポーツ一家であった。 1980年代には歌手活動もしており、日本の歌番組にも出演したことがある。菜食主義者向けの本、ベリー・ベジタリアンの中では、1990年3月、ダイエットで食事を抜くのは自分に合わないと気づいたこと、1990年7月に乳製品や鶏卵などを含む動物性食品を排除したビーガンになる決意をしたこと、 ビーガンになってアスリートとして最高の年を迎えたという内容が語られている。2007年にドナルド・マクドナルド・ハウスの支持者となり同団体のイベント活動に参加を始める。2008年にはワールド・ハーモニー・ランに出場し自由の女神前で転化して第一走者として走った。ありがとうございます。